タマです。タカです。面白いです。ダチです。今回はですね、村上の方に来ております。村上といえば、瀬波温泉でございますよ。その瀬波温泉の一角に、日帰り温泉がありますので、こっちに撮影に来た際に、ちょっと時間があったので寄らせていただきまして、今回ですね、お邪魔した場所がこちらになります。今回お邪魔したのはこちら、龍泉さんになります。で、龍泉さんは日帰り温泉はもちろん宿泊できる施設もあり、また中華料理屋さん併設されてるんで、飲んで食って寝てっていう三拍子揃っております。どのようなものがあるのかこれから行ってみたいと思います。それではみんなで行くよ、せーの、行ってみよう。ラーメン屋さんたちは村上に来させていただいたということは、呼ばなければいけない人がいる。こちらの2人になります。新潟ラーメン巡りさんとちゃんこさんでございます。どうぞ。どうも、ちゃんこです。ありがとうございます。どういう登場だ。お店の人、はい、ラーメン君です。カメラマン、この2人です。カメラマンだった。ラーメン君さんも龍泉さんはご利用されますか？はい。おお、ちょっとじゃあいいところとか龍泉さんのポイントを伺いながら龍泉さんを楽しませていただきたいと思いますので、お二人今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは行ってみましょう。ラッパッ、ね、お前のテイク2がテイク2テイク3来てるからラッパクさんびしょびしょだね。大丈夫、あのこっち側だけ取り直して、俺もう映したいもん。バッシャバシャなの。はい、今回ですね、龍泉さんの貸し切りのお部屋、はい、こちらの方をレンタルさせていただきまして、今回僕たちが使うのはこちらになります。お部屋の広さが10畳のお部屋になっています。いきますよ。あっ、いいわ。俺ラーメン屋さんに嫌がらせされたからってこちらです。もう部屋入って一回入ってるけど大腹だね。一回もう押し閉めた閉めた。ちゃんとトイレも完備ですので、ね、もう共同トイレ行かずにここで用を済ませられると。だって一応泊まれるんでしょ。泊まれる。泊まりますね。もう宿泊部屋も兼ねてます。兼ねてたもんね、うん、いや俺開けて、さっき開けてみたけど立派でさ、なあすごい泊まれるよね、うん、泊まり来たかと思ったって。じゃあお部屋の方が、はい、こちらになります。いや、真の嘘なのか三上さんなのか。お出迎えしていただいて。いい、それはあ、よろしいですか。いいですか。ありがとうございます。綺麗になってる部屋が。はい、なってことだわよ。はい、なってこと。使ってました。トラックみたいな話しちゃった。すごいわ。もう泊まれるだけあって本当の温泉ですね、マジで。旅館だな。旅館、庭園も綺麗に整備されてあってね、庭ね、綺麗だよね。この綺麗なお部屋と綺麗なおかみさん、最高でございます。本当にありがとうございます。そんなプーとんでもない。ちょっと足してくれたんだ。弱っ1分経ってないでしょ。立ってないよ。しかもダブルオカミさん。娘じゃないんですよ。ダブル
なくてダメですね。ダッサおじさんっぽい。テレビもついてるし快適な部屋です ね, ね, ね。お茶も飲めるし。こちらティッシュこちらになります。いいからいっちゃんデージ流んだよ。デージ流ん、こんな感じでね、庭園が庭がババ綺麗にしたんだ。ちょっとね天気が悪くてね、晴れてればもうちょっと綺麗なんだろうけど。今回じゃあ龍泉さんの貸し切り風呂の方に入りたいと思います。はい、湯本龍泉の貸し切り風呂はですね、源泉かけ流しでございます。千年温泉の源泉温度自体が94度、はい、94度、100度近い非常に高温な温泉でございます。はい、その温泉にこう水でですね、温度を下げて、はい、ご利用いただいているような貸し切り風呂でございます。こちら奥でございます。ありがとうございます。楽しみだね。いや、なんか雰囲気あるね。素敵。貸し切りだ。家族風呂、月明かりでございます。いいじゃないですか、名前がまた可愛いな。名前だ。うわーすごいぞ。あ、いいわ。いいね。いいわ、いいわ。まあ、入った。いい匂いする。ご家族で借りられる方もいるし、そうですね、はい、ご家族の方もいらっしゃいますし、はい、ご夫婦、カップル、ああ、やっぱ、はい、ワーケンアベックで、はい、アベックでもアベックってあまり聞かないですね。いや、ぜひご利用いただければ、はい、アベックで温泉をぜひご利用ください。はい、いや、もうすごいね、香りが温泉のさ、硫黄の匂いというか、久々に嗅いだて、うん、うん、楽しみ。じゃあ楽しませていただきますか。はい、行きますか。はい、はい、どうもごゆっくりと。ありがとうございます。ありがとうございます。ひなちゃん、いい、うおー、熱っ、熱っ、94度って言ったもんね、源泉は。すごいです。もう沸騰間近じゃん、源泉94度で、それに水入れて薄めてるって。めんどくさいけど、上半身しか映してないからね。バンバン無駄にチンチンゲーとかいらないからね。え、チンチンゲーいらないから、いらないの。チンチンゲーいらないから。なんでそんな前向くんだよ。サクセスじゃないんだよ。サクセスみたいな CM の振り方が、しっぱねがあれなんだって、飛んでくんて。アホが立たんのよ。うわ、あー、めっちゃ気持ちいい。お前なんでそんなギリギリでも狙おうとしてんの。おお、結構熱い、結構熱いわ。うわー熱い。うわー、うわー気持ちいい。ああ、でもね、入るとちょうどいい、ちょっと熱いぐらいで、ね、やばい、最高に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいわ。ちょっとここ感じてほしい、あれ、はい、うわぁ熱っ、めっちゃ気持ちいいね、熱い。この下もまたいいよ、びっしり汗かけて、すごい熱いよこれ。熱っ、ね、やばっ、気持ちいいよね。あーい、これお酒飲む人からしたら、お酒飲んでから風呂がいいですか、風呂上がった後のお酒。俺は風呂上がりがいいな。いやー、風呂上がるの、風呂入ってからなんて死んでそうだな。風呂上がった後の
隣の四川飯店のご飯食べながらビールで、ビール最高だね。最高だね。じゃあ、ちゃこさん、終わったら。え、ちょっと、いかがですか。大変だもん、禁止だし、顔出さんでしょ。あれもだね、これも。あと何が残ってるの。ラメクさん、あと出せるもん何個あるんでしたっけ。出せるもんのことでしょ。絶対出したからね。絶対出したからね。やめてくださいよ。ローソン塗ってるみたいじゃないか。うわ、はい、あーちょっとなんか新しい、はい、経験したことあるだろう。ない。おー、バンバンやめろ。やってるやるの。ドキドキするの。ドキドキするから。今度変わろうか。え、今度変わろうね。いや、俺はしてもらったらいいな。ダッシュ、そこ背中じゃねえて。え、そこ背中じゃねえて。あ、背中じゃねえかった。ダッシュ、ここへ顔だこね、俺の。わからないかった。顔。あ、そう。バンバの温泉あるある。よく温泉にいるおじいちゃん。ちょっと待って、鏡越しですね。大丈夫、大丈夫。あーわ、うさっこ、うわ、せっこ、せっこ、そっちもプロペラ回すなよ、せっこ。カットで大丈夫。はい、ということで龍泉さん、いかがだったでしょうか。ちょっとね、楽しめました。お湯の熱いこと、お湯がすごかったね。あの90度以上の源泉はよかったね。体にもうガーッとさ、うん、ガーッと熱が入って、うん、なんか染み込む感じでさ、はい、ゆでだこみたいになって、うん、またそこからまたこうちょっと水を浴びるとね、うん、また一つまたこう頭がパンクしちゃってさ、うん、気持ちよくなっちゃって、で上がってやからのビールね、最高です、ね、最高でございます、はい。いや、今回は隣の四川飯店さんが時間的にちょっとやってなかったので、はい、ぜひ次回来た時はそちらも、ね、うん、ね、食べながらっていうのが、まあ、一番いいかと思います。またね、貸し切り風呂と貸し切りのお部屋、今回こちらの方取らせていただいたんですけど、こっちも良かったですね。その大浴場も入りたかったけどね、うん、確かに。だから、ね、そうだね、ラーメン屋さんに聞いたら結構やっぱ広いんだと。ああ、こっちは撮影できないってことだ。はい、ということで、よろしければ皆様村上にお越しの際は龍泉さんの方お立ち寄りください。ありがとうございます。よろしければ高評価、たくさんのチャンネル登録、新潟ラーメン巡りさんの方もよろしければ高評価、たくさんチャンネル登録よろしくどうぞお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。